ナミ、えー、さんお疲れ様でございます。動画の方を送っていただきましてありがとうございました。11月からあの NFT のナミさんからのネタは順番に放送していこうかと思いますんで、えー、またね、ストックさせていただければ幸いでございます。えー、今回はですね、例の,あの50代恋愛ネタですよ。あの来ました。結構溜まってきました。私のところにもね。それが今回はちょっとね、30代の女性からのご相談をちょっとまとめてね、 お話しようかと思います。大体似回合ってる感じになるんですけども、えっと、今回はね32歳の方と34歳の女性の方この2人が大筋ではあの婚活をしていこうと思いますということでねあのお話しいただいたんですよで30過ぎた私ですがまだあの若いと見られてますで理想の男性はこんな感じですと。 生活の安定と将来のことを考えたら今が最後のチャンスかなと思うんで勇気を出してこれから婚活をしていこうかと思うんですってことでお話しくださいましたあとはね過去の恋愛経歴とか自分たちの考え方っていうのをつらつら書いていて長かったんですけどもさあここでね直ちさんに50代だからズバッと言える本音でございます30代前半というのも婚活スタートして一体目があるんでしょうかってことなんですよね。 私はちょっとと厳しいいいいうかか、ね、なななんじゃないかなと思うんですね特に理想としているお相手との関係っていうのは作れないと思うんで理想を求めるんじゃなくってまずは結婚したいが一番上に,あの順位に来て優先順位に来てるとしたらね結婚できそうな人をピックアップしてその中からまあこれだったらいけるかなっていう風な妥協できる、ね、人を 残していいいくのがいいかなと思うんですよまあこれはね結婚にねあの夢とか理想を抱いていらっしゃるこの当事者の方とか30代前半の,男あの女性には非常にね辛い現実をお伝えしないといけないと思いますけども相手も人ですからね、うん、じゃあ35歳ぐらいのちょっとねいい感じの男性が奇跡的に売れ残ってるとしてね35歳で脂のノりがいい男性っていうのはすでに売れてる可能性が強いかもしくは。 もう女性と暮らすことがもう本当にバカバカしいと思ってもう振り切ってる人ですからね基本的にはちょっとね婚活の対象にはなんないんですけどもでも仮にそういう人が残っていてその人がまあ年は近いとはいえね32歳34歳の人と交際したいと思うからなんですよ交際すらしたいと思わないですよねこれはね、うん、これはね今私がこの、うん、年代だから、うん、言えるのかもしれませんけどね ただそうじゃなないいかなと思いますよね35歳の割と条件のいい男性が浮いてるとしたらそれはねそのぐらいの年齢がいいわって思う20代の女性も当然いるわけですから、うん、そうなるんじゃないかなと思うのとあとはねやっぱりこう35ぐらいで。 条件の揃ってる男性っていうのはそういう環境にいますんでその環境にいる、まあ、自分とねものすごく気が合いそうな同じ環境を共有している女性ととの縁を優先すすると思うんですよねだからいきなりねうーん全然違う環境の人が、うん、3234という年齢バランスから。 いきなななりその人の人生活環境にに入っていってても後回しになるんじゃないかなと思うんですよじゃあ後回しにされないぐらいの高い条件を持っていれば別なんですけどもそこがまずはねうん問われるところかなとつまりまとめて言うと、うん、30を過ぎて婚活しようとしているそのあなたにじゃああなたと一緒に過ごすためのなんかメリットはあるんですかってことをまず突きつけるべきじゃないかなと思うんですよね。 うん、あのこんな人と一緒に過ごしたいお付き合いしたい恋愛したいその希望はあっていいんですけども相手も人ですからね、うん、なんか自分が損した気持ちになるよみたいな交際は男性もしたくないですからねむしろ逆にいやこれだったらどんだけ損しても抱えていきたいなって思わせるような人じゃないと厳しいのかなと思います、うんまあ、そこでちょっとねあの、うん、まあ非非常なことなんですけども 35歳ぐらいで、22、23歳の女性をね、男性が見た時にあ、若いからっていうだけじゃなくて、まだ伸びしろがあると思ってくれるんですよ。<laughs> 自分と同じ年齢ぐらいまで、ね、10年以上あるからあ、これから十分期待持てるなーっていう風に感じてくれて、それも込みでお付き合いを始めてくれるんですよね。で自分と一緒にいるに従ってどんな変化があるかっていうところに、 まあ、いろ,いろと期待をかけてくれるところがあるのかな。だから、まあ若いっていうのは有利なのは時間が残されているからなんですよね。やっぱり、ね、さすがにね。32。33このぐらいになると、その下駄を履かしてくれようがないんで厳しいんじゃないかなと思いますが、この辺はあのどうなんでしょうかね。なみさんの目から見て。まだお付き合いが始まったわけでもないと、自分の環境も恋愛に適してない。 っていうところでじゃあ婚活始めようかなっていう風な30代前半今回は32歳と34歳の女性ですあの細かいスペックとかなんとかっていうのはあんまりねここがすごいよっていうのはね自分でも書いていらっしゃらなかったんでそんな特徴はないかと思いますけどもまあ中の中ぐらいで想定していきましょういかがでしょうかうんやっぱり女性の側としてもさすがに30を過ぎての婚活なんでなんでこんな人と付き合ってんのと思われるような人とはやっぱり 付き合ていないっていいいなとところが最初に来ると思いますんでやっぱり多少ねここまで待ったんだから条件のいい人と何とかならないと釣り合いが合わないっていうような心理状態が働くんじゃないかなと思うんですけどね、うん、さあじゃあ奈美さんからの目から見てどうでしょうかちょっと具体的なスペックっていうのは今回語っていませんけども今お話した条件だけでズワッと言ってくださいじゃあよろしくお願いします